久保さんナイイトライダーにしましまかいや僕もね、まあ、ちっちゃい頃ね、あの、ナイトライター、車がね、この、ビビビビって、おい、今日はどうするみたいなね。<laughs> なあ,のあの、喋ゃおあの、日本語の吹き替えのナレーションのキットの方が良かったですね、あれ。うん。すごい僕もね、幼少期ね、楽しく見てましたけどね、ナイトライダーは。うん。でもね、すごいですよね。 今って、あのー、本当に喋りますからね。うん、本当に喋るんですよ。BMW ってこ声かけると、はい、ご用件はみたいなね <laughs>。<laughs> そう、あとね、あのー、アレクサとど、アレクサと同期することもできるんですよ。だから、アレクサ、アレクサ機能を車の中でできたりとかもして。 すごいですね。まあ今後そのもっとその今ねチャット GTP みたいに出てきてこれが音声で何、えー、すか、えー、それが入ってくるだと思うんですね車に。でそうすると本当に車と会話できるみたいなしかもこう,つなこう何度も会話ができるみたいなもう時代は近いですね。まあ、あと数年後にナイトライダーと同じように 普通に会話、ナチュラルにこう普通に会話ができるっていうね、時代がこう来るんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、こんな時代が来るとは思わなかったですね。車としゃべるみたいなね <laughs>。テレビの世界が現実の世界になりましたね。いってらっしゃい。